内見主任の物件紹介始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。早速ですが本日ご紹介の物件はこちら。のどかな住宅街にパリッとコンパクトに仕上がる外観、内装はどのようになっているのでしょうか。今回ご紹介の物件、賃料、管理費、共益費は概要欄まで。2020年6月築の木造3階建て。コメンテーターにはこの方、私立キチキチ大学スーパーミニマム校、キチのキチコさんにお越しいただいております。本日もよろしくお願いいたします。こんにちは。ミニマムでミニマルな住めるキチを探してます。キチのキチコです。身長2メートルから5センチまで縮小可能の宇宙人です。普段は3メートルあります。なんちゃってね。以上です。はい、ということでまずはフロントエントランス、専用ゴミ出し場、メールボックス、宅配ボックス、モニター付きオートロックございます。失礼します。着きました、こちらです。インターホン、ドアはテンキーロック式、自身で設定した番号を入力後解錠可能。その他 IC カードまたはスマートフォンで解錠できるように設定できます。それでは今日も元気に。 Open fire。コンパクトに仕上がる玄関、お出かけ前の身だしなみチェックはこちらから。 Open fire。 シューズボックス、棚の高さ調節可能で様々なサイズに対応しており、拡張性があります。その横には収納スペース、ハンガーレール付き、季節ごとの不要なものや掃除機など、あなたのセンスが光ります。コート類は出かける前にここから取り出して、そのまま身だしなみチェックして、ささっとお出かけできそうね。常に開けっぱなしでも問題ないし。こちらは何でしょうか。おテレビアンテナ線、ネット接続はこちらから。狭川萌え子、まさに狭小なのに萌え萌えな基地感、ワクワクドキドキな仕様に仕上がってございます。お楽しみは後ほど。まずはキッチンスペースの前に室内物干し、通称ホスクリーンございます。簡単に取り外し可能、雨でも快適な室内干しを実現。冷蔵庫、調理家電スペースはこちら。Open fire。 包丁、深型調理器具入ります。ガスコンロ2口、シンクサポート付きでお料理ファイターなあなたも安心。レンジフード、収納スペースございます。壁タイルはマグネット式小物入れが付けれるツルツル具合に胸キュンでございます。こちらはダブルロックで安心のセキュリティ。お料理中の換気はダイナミックに。ベランダございます。日当たりは良好、洗濯物はしっかり乾きます。避難はしご、災害時に無事あなたを下までお送りいたします。この窓のおかげで室内が明るくて開放感あるわね。それではワクワクドキドキスペース、やばにやばに。小さな階段はしっかり固定されており、収納スペースとしても使えるようになっています。あなたのセンスが光ります。こちらのフックにはホスクリーンの竿をかけることができます。しっかりとしたスノコ付きベッドスペース、ベッドマットレス、敷布団、お好みでお使いくださいませ。ダウンライトスイッチ、くる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 、明るい光をふんだんに取り入れる換気窓、くる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 、網戸付き、マジかワスノコ。そして衣服やバッグ、小物に対応フック、あとはカーテンをつけるなど、やばにやばに、可愛さやばに。趣味道具、本など、あなただけのスペースにしてくださいませ。棚の高さは調節可能ですので、あなたのセンスでデスクワークスペースにするのもいいですね。反対側にはクローゼット、コンパクトにキュッと私物をまとめてくださいませ。なんだかテンション上がってきました。自分だけの秘密のお部屋、キチコの研究室です。モニター本、エアコン、ライトの調光スイッチございます。給湯器リモコン、そしてこちらはルームマスター、スマホなどを連動させることができ、対応可能の家電などはスマホ1台で操作、その際の信号をここから送ります。未来の家ね。
エアコンとか電気の消し忘れとかも外出先からスマートフォンで操作できるみたいね。という噂もございます。詳しくは入居時のお楽しみということで。テトリスのようにまとまるパウダールーム。収納スペース確保で安心設計、換気ファン、掃除は一気にまとめてできるエコ仕様でございます。まあ、好み分かれるけど、個人的には基地感あって好きよ。ダイナミックな収納スペース、ボックス収納が役立つ空間。伸びます。洗濯機スペースはこちら。結構攻めてるわね。スペース的には必要なものだけを置く感じで、整理しがいがあるわ。バスルームを見てまいります。浴室乾燥機能の操作リモコン。スタンダードですが、狭すぎることはなくしっかり入浴できます。デザインも程よい安心感のある見た目、パウダールームをコンパクトにした分、浴室は広めにとってあるようです。日々の疲れを取るのに入浴は欠かせないの。グッジョブよ。はい、ということでどうでしたか。強照地を最大限に利用するワクワクロフト付き、基地感あふれるお部屋。厳選されたもので彩るあなただけの秘密基地なワンルームでございました。このスペースをどう使いこなすかが鍵ね。でもミニマリストの私にとっては贅沢すぎる収納。妄想が止まりません。ぜひ引っ越しするとき用のマイリストに登録させていただきます。おいしゅうございました。はい、それでは今回はここまで。皆様ご視聴誠にありがとうございました。と言いたいところですが、周辺環境もサクッとご案内いたします。今回ご紹介しました物件、最寄り駅は JR 東海道山陽本線塚本駅徒歩7分。駅を降りてすぐに商店街や銀行、飲食店などもあり、大阪駅から一駅なので交通の便も良く、雨が降っても商店街がすぐで謎の安心感がございます。小学校もたくさんあり、至って平和な土地柄でございます。それでは熱中症に気をつけまして、そろそろお時間です。皆様ご視聴誠にありがとうございました。いやいや、今週はいろいろありまして1物件のご紹介でしたが、次週は2件ご紹介予定でございます。皆様、熱中症には十分気をつけてくださいませ。次回、何が出るかは見てからのお楽しみ。お楽しみに。